アン -22 アンテイ,イ、マイナス22アントノフ設計局で運用されるアン -22A アン -22 アンテイ,イは、ソ連ウクライナソビエト社会主義共和国の OK、アントノー記念航空科学技術複合体で開発された戦略輸送機である。登場時には実用化された最大の航空機であった。現在でも最大のプロペラ機である。また、 航空機に関する41の世界記録も打ち立てた。NATO コードネームはコック。愛称の安定イはウクライナ語やロシア語でアンタイオスのことである。アンタイオスはギリシャ神話に登場するリビアの王で巨人族の英雄であった。1950年代半ば、ソ連では新たな輸送機に対する要求が出された。この機体には 乗員付き完全装備の T-54、中戦車など陸軍の重車両を輸送する能力を持つことが求められた。1958年、オレーク・コンスタンチーノビチ・アントーノフが主任設計者を務めるウクライナ・ソビエト社会主義共和国の首都キエフの第473国家特別施策設計局は、 NK-12M エンジン2機を搭載する AN-20 総発機の概案をまとめた。NK-12 は、クズ熱オーフ設計局で開発された1万5千馬力級の強力なターボプロップエンジンで、1952年に初飛行した4発爆撃機器 -95 に採用されたものの転用であった。AN-20 は、このエンジンにより40トンの積載物を輸送する。 能力を持つとされた。しかし、間もなく、アン -20 計画は凍結され、より大型の機体の製作が要求された。アン -22 の NK-12NV エンジン1960年8月、VT-22 と呼ばれる機体計画がまとめられた。この機体は、NK-12 メガボルトを4発搭載し、50トンの 積載物を輸送する能力を持つとされた。この時、ソ連国防省はまた、大陸間弾道弾を空輸する手段となる、航空機についても調達を要求していた。そのため、VT-22 は、ソ連における様々な需要を満たすべく設計が行われ、第473国家特別施策設計局に、その製造が命ぜられることとなった。 1960年10月13日、ソ連共産党中央委員会と、第1117から465閣僚会議から、正式にその決議が出された。航空機、製品100の名称の下、作業は、主任設計者代理人 AR ベロリペーツキーの、指導により進められた。貨物室の設計は、国の保有する50トンまでのすべての機材についての、 分析から始められた。旋回時や危険な操縦による機体の効果を防ぐため、プロペラは通常の一重の案を放棄し二重反転プロペラを利用することとした。K.I. ジュダーノフの第120試作設計局では、この新型機のために専用の AV-90 プロペラが開発された。これは直径6.2メートルの大型プロペラであった。 クズネツオーフ設計局では、ツマイナス95へ NK-12 を搭載した経験をもとに AV-90 の NK-12 への装着作業が行われた。1961年8月、日本委員会の会議が行われた。1963年には最初の原型機の製造が始められ、翌1964年夏には完成を見た。 1965年2月27日、アンマイナス -22 は、キエフの第473工場の飛行場で、初飛行を成功させた。1965年6月16日には、フランスのパリリブルジェ空港で行われた航空サロンに出展され、その巨大さで西側に衝撃を与えた。アンマイナス -22 量産機の製造は、 ウズベクソビエト社会主義共和国の首都タシュケントの第84航空機工場で実施されることとなった。一方、キエフの第473工場では小型の双発機アン -24 の生産に総力が注がれることになった。アン -22 は高翼構造に設計された。降着装置は多脚式で前輪と六機の主脚よりなっていた。 動力装置は4機の NK-12MA ターボプロップエンジンからなっていた。NK-12MA はロシアのクズネツオフ設計局の開発したものであったが、ウクライナのザポロージエにあるイーフチェンコイコールプロフレース設計局でも取り扱われた。AN-22 では乗員室や人員輸送区画は機密室となっていた。一方、 1-12と同様の円筒型をした貨物室は予圧されていなかった。その天井には2.5トンの重量の積載物を牽引できる電動リフトのレール2乗が設置されていた。直径6メートルの機体ビブには長さ16.3メートルの貨物室ハッチが備え付けられており、ハッチ扉は開閉式ランプとなっていた。その他、 主翼仮面にも若干の積載物を搭載できる牽引化が設置されていた。機体は全金属製で反物コック構造を採用していた。外皮にはフライス加工された大型パネルや一枚からなる部品が使用されていた。部品は溶接またはリベット止めで接合されていた。アン -22 は配備の始められた時点で弾道ミサイル発射機。 中戦車 T-62 や T-64 を含むすべての陸軍車両を運送できる能力を持っていた。また戦略ロケット軍の運用機材のうち90%のものが運送可能であった。1967年には空軍統括本部の指令によりイバーノボのイバーノボセーベルヌイ飛行場に基地を置いていた第229戦術輸送航空連隊に アンマイナス -22 を装備する第5航空大隊が組織されることとなった。最初のアンマイナス -22 は1969年1月にソ連空軍に受領された。3月26日には空軍統括本部によりリバーノボにアンマイナス -22 のみで構成される第81戦術輸送航空連隊を編成することが指示された。 1970年1月31日、第229戦術輸送航空連隊第5、大隊の置かれていたイバーノボセーベルヌイで、第81戦術輸送航空連隊が、編成された。1972年には、アンマイナス -22 を装備する2番目の連隊となる、第566戦術輸送連隊が、ブリャーンスク州のセシチャ居住地の基地で編成された。 1975年には、第229戦術輸送航空連隊第5、大隊をもとに、3番目の連隊となる第8戦術輸送連隊が、カリーニンのミガロボ飛行場で編成された。イバーノボの第308航空機修理工場が、アン -22 の主要整備場となった。アン -22 は、数度の大事故を起こしたが、それにもかかわらず配備は着々と進められた。 機体は幾度となく改良作業を受け、長年の使用に耐えるものとされた。発展型のアン -22A は、機体構造を強化して18000エップのエンジンを搭載し、離陸重量250トン、非軍事物資80トンを運輸する貨物機として1966年から計画が始められた。機体ビブには、自衛用の 23mm 機関砲を備えていた。 エンジンは1967年に NK-20 に決定された。しかし、結局この派生型は完成されなかった。1970年から1971年にかけての間は量産型アン -22 の完成が急がれた。また、並行して1972年にはアン -22A の国家試験が行われた。アン -22A は、 燃料系統の設備や機体システムが近代化され、操縦装置とそのシステムにも若干の変更が加えられた。ポリオート -1 自動捜索・追跡システムの一つであるイニゼアチーバス -4 から100レーダーステーションがそれまでの右辺主輪側から機種に移された。1974年には、より性能の高いレーダーステーションであるクーポル -22 に変更された。 アンマイナス -22A の最初の量産機は、1973年7月31日に、初飛行を果たした。その後、アンマイナス -22A の製造は、タシュケントにて1976年1月まで、続けられ、22機が完成された。アンマイナス -22 シリーズ全体では、キエフスブヤ投資ので2機、タシュケントで66機の、計68機が製造された。 アエロフロートソ連航空で運用されるアンマイナス -221969 年9月にはアンマイナス -22 はタシュケントデリーハノイ間の飛行を行いこれがアンマイナス -22 の打ち立てた最初の世界記録となったこの後も数年にわたってアンマイナス -22 は41の世界記録を立てたそのうち12の記録はエムエル・ ML、ポポービチの操縦によって達成されたものであった アン -22 の多くの機体には、アエルフロートの塗装と機体番号が施されていた。運用は、アエルフロートと空軍の共同運用で、軍事的性格を全面に押し出すことが好まれない場合、アエルフロートの塗装は有利であると考えられた。一方、若干の機体には、軍事運用上の利便性を優先した明細が施された。アン -22 は、 その運用期間を通じて89の国を民間、及び軍事に関する輸送任務で回った。そのうち、エジプトやアンゴラでは、戦闘任務に従事した。ソ連のアフガニスタン侵攻やユーゴスラビアでも、物資の輸送任務を行った。2007年、トベエリにおけるアエロフロート塗装の案 -22A1987 年には、 アンマイナス -22 とイルマイナス -76 を代替する次世代大型4発戦略輸送機の先行で、イ入ーシン設計局のイルマイナ -106 が、アントックアントーノーのアン -170、ツポレフ設計局のツマイナス -330 を退けて選定された。しかし、ソ連の崩壊とその後のロシア連邦の経済危機により予算がつかず、1999年には、 開発中止となった。このうち、アン -170 の原型機アン -70 だけは実用化にこぎつけた。1996年1月12日から31日にかけてボスニアで行われたロシアの平和維持活動では、第81戦術輸送航空連隊所属の23機のアン -22 が物資輸送を行った。機体は、 トゥーズラ島の海抜1500メートルの鉱山にある飛行場から飛び立った。2003年10月17日には南アフリカ共和国へベイシステムズ社製の練習機、軽攻撃機であるホークマーク120を届けた。この機体は同国空軍にとって最初のホークであった。アン -22 はより大型で高性能のアン -124 ルスラーンの 実用化に伴い、徐々に退役していった。また、任務により一部はより小型のいる -76MF や AN-72 などに代替された。第81戦術輸送航空連隊は、各地への輸送任務で、大きな業績を残して1998年1月21日に、解散された。その保有機材の一部は、第8戦術輸送航空連隊へ移管され、 残りはスクラップとなった。第566戦術輸送航空連隊は、現在は、アン -124、マイナス100や、イルマイナス 76MF を運用している。安東の航空のアン -22A しかし、現在でも、後期型のアン -22A を中心に、ロシア空軍の第76新鋭戦術輸送航空隊と、 ウクライナのアントーノー航空で運用が続けられている。アントーノー航空、アントックアントーノーの保有機は近年では2008年に日本へ飛来している。このうちロシア空軍が運用している機体は2016年からの開発を予定しているイルマイナ -106 によって代替される予定である。また、ロシアのモニノ空軍博物館、リバーノボ航空博物館、 ドイツのシュパイアー技術博物館では、アン -22 が一般向けに保管、展示されている。現役を続けるアン -22 には、本来の輸送任務の他にそれぞれ、ロシアやウクライナの航空技術の象徴としての役割も与えられていると言える。そのため、現役機は各地の航空省で展示飛行をしばしば実施しており、 地上展示もされるなど、一般人の目に触れる機会も少なくない。2010年12月28日夜、モスクワ南方のトゥーラ州で墜落し、インターファクス通信によると、操縦士ら12人全員が死亡した。重航空機の製造に関する一連の作業に関し、1973年には、VP チュカーロフ記念多試験と航空産業合同が国家勲章を受けた。 続いて1974年には、キエフ機械製作工場が、アンマイナス -22 を生み出したことに対して、労働赤旗勲章を授与された。技術指導者であった、VG アニセンコ、VI カバイフ、VP ルイチク、VN シャタロフは、例ー賞を受賞した。翌1975年には、キエフ機械製作工場の多くの労働者グループが、勲章やメダルを授与された。 主任設計者代理人のピョートル・バシー・リエビチ・バラブエフと A.R. ベロリペー・ツキー、千番校であった VV ナウメンコには優れた社会主義的業績を挙げた者に与えられる最高の名誉称号である社会主義労働英雄の称号が与えられた。ドイツのシュパイアー技術博物館で展示される暗闘の航空の案 -22-2009 年に 公開されたロシア空軍のアン -22A も、ニノのアン -22 アントノフ設計局の、大型輸送機ソ連の大型輸送機、旅客機各国の大型輸送機、旅客機。ありがとうございます。